これは開始から7分でしたね。モールで一気に持っていきます。まあ、本当後半大量リードで迎えた後半の最初にまた引き締まったこういう本当ですよね、固まるプレーですよ。4番と行くよ。エアポこれはまあ中央だとね、ボディーがしっかりトライ取ってきました。この辺りが57対14、素晴らしかったですね。この小池途中から入った、はい、タックラローラベイ。山田と何人でもちゃんとね、そう状況判断すごいですね。で中央の課題はですね、縦に突破された後、はい、クイックボールではないのに打ち切れない、あ、ね、安定外がいなくなってしまう、クイックボールなら仕方ないですよね、アドバンテージ。前半からちょっと乱れましたね。アドバンテージ、確実に繋いでいきます。トライ、トライで OK です、はいはい、トライ、トライです、はい、OK、OK、振り切りましたね。スピードだけじゃなくてパワーも見せましたもんね。いいいいトライ、物がいつなんか元々山本でしたね。何もないよ。竹野内、竹野内は短い時間でしたね、はい、はい、いい動きしてましたね、してましたね、これから伸びそう、うん、OK、やっぱり真ん中の持っていくところが大事なことですね。はい、ボールアウト、まあ、あそこを攻めた判断ですね。またちゃんと、ね、リンクしてるんですよ、まだがつくでね、すごい選手だよ。手が後ろ、惜しみなくいくという感じでした。 OK、吉田が決めて、これも88点目で、結果的には100対28という動きです、まあ、良さについては散々伺いましたが、やっぱり今年もリーグの中心であることは間違いないですね。そうでしょうね。で今日反則もない、あ、そうですね、際どく絡むけど反則にならないですね、うんうん、そこで手をすっと引いて、はい、2戦目が先週、拓殖、日大、法政、流通経済大学とはなんとなくね、あのうまくいかないんですよ。お互いライバル心あるのか、大東文化は最終戦ということになったんですが、まあ、今シーズン、リーグのまず中心にいることは東海大学の違いなんですよね。さあ、敗れました中央大学、まあ、100点は取られましたけれども、中央も昨シーズンとは違い見せてきますかね。そうですね、100点取られたことは、まあ反省はすべきですけど、うん、そんなにね、気にしないというか、こう相手によっては戦えると思いますね。ああ、そうですか、まあ、2戦目が法政大学、3戦目流経大、そして大東文化、日大、拓大、うん、そして専修大ということになっています。まあ、そういう意味では最初に東海大との戦いというところは、中央大学にとっては逆に、そうですね、あの今後の